皆さんこんこにちは大です、えー、ビデオファンですっていう方から「なんかお子さん生まれておめでとうございます」と言って本をいただいたんですけれどもね「えー、いつかあなたが大きくなったら」っていう本でこれがすごく素敵な本で,で皆さんにもなんかちょっとご紹介したいなと思ってね「この世界にやってきたばかりのあなたはこれからどんな素敵なことをするのだろう」ってね,ね絵がとってもかわいいよねでなんかね 「はじ、ね、めまして」と挨拶しても返事がなかったあの時から私はずっと知りたかったあなたは一体どんな人だろうか。ねでね、まあ、ちょっと飛ばしながら読んでいきますけど「この世界にやってきたばかりのあなたはこれからどんな素敵なことをするんだろう」ってね「困ってる人を見つけたら急いで助けに行くのかな」とかねそれとも「あなたしか知らない」ね。 歌歌を歌うのだろうか素敵だよねでまあなんかいろんなことがこう書いてあってねでなんか「あなたは優しくて賢くてね何でもやりたがる」「そのたびにあなたの心は広がって夢をたっぷり蓄える」 みたたいなことがあったりそして数えきれないほどたくさんの胸をときめかせるものに出会って「あなたはなりたいものにある」「それはねあなたはなりたいものになる」「それは一体何だろう」ね。でんか本当にこういうことなんだなと思ってでまあ 私も今年ね子供が生まれてで本当にねこの子は何になりたいんだろうなりたいものになってもらいたいなと思ってますけどまあそれ以前からねコーチとしてよくクライアントに聞いてたのはなんか子供の頃のあなたがそのまま大人になったらどんな人生を送ってたんだろうねとか。 何でもいいよやりたいことやっていいんだよと言いながらいろんなこと試しながら生きてたらどんな大人になってたんだろうっていうのをあの自己発見のための質問としてねあのしたりすることがあったんですけどもやっぱりそういうことの大切さなんかこの自分の心の声っていうのを聞いてそれにね素直に生きていこうみたいなね、えー、ことっていうのはあの本当に大切だなというふうにひしひしと 思っていますでね、この絵本のね、作者の方エミリー・ウィンフィールド・マーティンさんというアメリカの方だそうですけれどもやっぱりなんかあのいろんな人がいろんな形でこういう大切なメッセージをずっと伝えてくれてるんじゃないかなというふうに思いますま、えー、もなくね、2020年が終わって新しい年がスタートしようとしてますけど、ね、来年はどんな自分として生きていくのかなということをね考えるいいタイミングじゃないかなというふうに なんか子どもの成長を見守るようにとかねなんか成長を願うようにねなんか自分自身だってまだまだこれから変わっていけるわけですからどんなふうに生きたいんだろうってね、えー、問いかけてみたり自分を見つめてみるのもいいんじゃないかなと思います。参考まででそれでは